そうやって夢中になるって、そう夢中になってもその、まあ、やりたいことをやるって、そのヒマラヤの恩恵の違いは、そのいろいろ皆さん夢中になりたいことがいっぱいあって、どうぞやっていただいていいんですけれども、その一方でやはり源に帰るっていう夢中になることをやっていただくと、それは真理を知っていく悟りへの道なのでね、悟りっていうターゲットがあるわけですよ。本当の自分に帰るという、世の中のやることは全部エネルギーの消耗なんですよ。エネルギーが充電できるっていうのはね、その源には無限のパワーがあり、無限の愛があり、無限の知恵があるんです。そこにまあ夜は向かっているんですけどね、夜寝ている時は。でももうなかなか回復しないっていうか、まあ、そこまで深い眠りがトゥーリアっていうステージがあるんですね。だからそういう眠り、目覚めた意識の時、夢を見ている意識の時ね、で深い眠り、それを超えた意識っていう、まあ、覚醒しながら深い眠りを得るっていうかね、まあ、そういうステージに入ると全部自分が蘇って生まれ変わるっていう、ね、そういうステージの眠りがあるんですね。覚醒しながら眠るという、いつかは死ぬわけですよ。だからみんな言っとかないといけないんですけど、ヨグマタにつながったら死なないとか言われても、死んでどうしてくれるんだ、責任取ってくれなんて言われても、だからそういうね、まあやっぱりみんな寿命が長くなってね、健康になったりすごい素晴らしい仕事ができるんですけれども、何事も生まれたら生き続けてね、でいつかは終わりを迎える。ただその時に永遠の命につながっていてほしいっていうことなんですよ。でそれはその私たちは不死の存在であって、自分が目覚めないと自分は体だと思ってるんですね。自分は心だと思ってるんですね。そうすると体はいつかはこう古くなったら置いていかなくちゃならない。で自分は永遠の存在であるってこう本当に実感したらば、ね、あなたはその永遠の世界、ね、本当に高貴な世界に、その本当に軽やかで愛にあふれね、知恵にあふれた、そういう利子たち、悟りの存在、目覚めた存在がいるところに導かれる。だから自分がそうでないと今までのこう過去の結果につながっているので、自分が自分のクオリティを作っているので、同じ性質のところに行くっていうことなんです。だからその体がある時に修行ができるので、体がある時に修行をしてですね、清めていくっていうことが、少しでもその今度次の人が魂をいただいた時にね、こうランクが上がって生まれることができるという。